酒井。先生、巴の消息は？つかめたが、今のお主ではかなわんな。巴を鬼とお思いですか？まあ、誤りではあるまい。あやつに恐れはない。誉れを知らぬ生まれついての人殺しだ。覚えがあります。いや、お主にはわからん。来い。いずこへ？弓の修練場、猛虎が鍛えておるらしい。おそらく巴もおるはず。巴が恐れ知らずであれば良い味方になりましょう。恐れ知らずは獣と同じ。獣では弓を得得できません。忘れることだ。味方になりはせん。何故裏切りを？持てる技を全て授けてやったのだが、恩を仇で返したゆえ罰したのだ。おつらかったでしょう。中山で捕虜が死んでおっただろう。あれは巴が殺めたものだ。初めてではなかろう。何か事情があるのやも。事情などあるものか。ここを登っていけ。先生は登れますか？どうした、もたもたするな。手を貸しますぞ。まずまずの出来だ。登る以外なかったのでは？いや、登れと言っただけだ。お主の鍛錬にな。やだ、日本式のものもあるな。猛虎は離れた様子です。的の近くに足跡があるかもな。的などどこに？矢倉のそばだ。まずまずの出来。矢が落ちたところへ行け。ほら急げ。稽古を積んだ。なかなかの腕だ。存分に休めましたか？立ちさばきを観察していたのだ。猛虎がおるとご承知でしたね。まあな。伝えなかったわけは？あれ式の敵に敗れるようでは巴には歯が立たぬからな。これは戦だと大忘れですか？戦を解かれる筋合いはない。これからも腕試しは続けるぞ。道理で巴に襲われるわけです。はてさて、巴はどこへやら。探しましょう。
ここに足跡が10人かそれ以上。あとを追え。巴を見つけてもたじろぐな。うかうかしておったら死ぬぞ。次こそ弓をお使いに。あやつがいればな。いなかったら。お主一人で十分ではないのか。無論です。よくぞ申した。民を的に弓の稽古とは何の罪があるというのだ。Ямар ч улмаар алга. Энэ хавиас харуулт байсан. Сайн харнаа. Нөгөө самарай чинь нум сумтай байна. Ахиж харвал одоод алнаа тэрний. Сум биш байсан юм байлгүй дээ. Мартаа наадгаа.蒙古の中に島の女子はいたか。やはり島の者、命を下してました。どのような。先生がどうとか湯がどうとか聞こえたのはそれだけです。面目ない。Huh?
外道に技を授けてしまったか。巴は猛虎を指揮していたそうです。日吉の湯の名も出したとか。よからぬことを始める気だ。酒井、お主の平日、志村やわしの教えではないな。猛虎は比類なき強敵です。倒すことを優先したまで。武士は守り手ぞ。不意打ちは野党のすること。駒田を知らぬゆえ。見ずともわかるわ。地獄であったであろう。だが次の下道を育てる気はないぞ。いかにも下道は一人で十分。巴が日吉の湯を狙っておるなら備えなければならぬ。よいな。では道場で会おう。